ヨハネス・フォン・ガイセルは、ドイツのケルン大司教、スーキ教。ガッセルは、プファルツ選定高領のギンメルディンゲン村に生まれる。バインシュトラーセのノイシュタットと、エーデスハイムで古典を学び、1813年に、マインズのミカドリツリセに受け入れられ、また1815年より、同地の教区人学校で、ブルーノ・フランツレオポール・トリーバーマンに指示して、進学を学ぶ。 1818 18年8月22日に司祭に除会される。ハンバッハの教会で除祭をしばし務める。1819年2月1日、シュパイアーのギムナジウムの教授に任命され、1822年6月4日に同地の大聖堂参事会員、1836年5月25日には参事会長となる。 バイエルンをルートビヒ一世によって、シュパヤーの死教に推挙され、1837年5月20日に、ローマ教皇フレゴリウス16世の任命を受け、その年の8月13日に、アウクスブルクの大聖堂で死教に除海される。フリードリヒビルヘルム4世一家のプロイセン王国の死教職につき、ケロンにおける教会と使との紛争が丸く収まった後、 ケルン大司教クレメンス・アウグスト・フォンドロステフ・ィシェリングは、広塚佐教区を継承権のある司教補佐に移譲しようとしていた。1841年9月24日、グレゴリウス16世は、ガイセルをケルン大司教補佐に任命し、翌年1842年3月4日に、この大司教区に入った。クレメンス・アウグスト大司教は1845年10月19日に、没死。 ガイセルはその後を継いで1846年1月11日に大使教座に着座する。1850年9月30日にはローマ教皇ピウス旧世によって数奇教に除海される。なお、この時期のケルンにはデュッセルドルフに向かう途中ライン川を下る旅をしていたロベルト・シューマンの一家が立ち寄っており、この除海式の荘厳な雰囲気にインスピレーションを得て、 公共局第3番の第4学章を書いたとされる。フリードリ・ヒビル・ヘルム4世紀の統治に判断力と正義感があったため、数奇教としては、姿勢と調和した形で、広塚さ教区の状況を調節し改善していくことが容易であった。新学者、ゲオルク・ヘルメスに追随するボンの教授たちによって、引き起こされた論争を集結させ、 ゴンの大学の進学部に正統派の教授たちを入れた。また、デュッセルドルフ大岸のノイスとボンより、南南西のミュンスターライフェルに少年のための神学校を設立した。世俗の宣教活動を奨励し、修道会や新人会の広塚佐教区への昇平、常時生体礼拝の導入、無限在の親鳥の教義に基づく童貞マリアへの信仰の奨励などを行った。 1848年には、ビュルツブルグでドイツの全教区会議を招集し、1860年には、ケルンで管区会議を開催している。ケルン大聖堂の落成を見ることができ、剣道式を指揮した。翌年に、ケルンで死去し、大聖堂に埋葬された。ありがとうございます。